ぎる。いつにも増して最高の回だったね。作画が気合入ってて、話もどれも最高に面白かった。最初の謎キララジャンプ、デプニルの市民プール、先輩とのデート、夏休み最終日の宿題、そして白いワンピースにドギマギする小太郎。やっぱり夏はこうでなきゃねって感じで、全てが素晴らしい夏回でした。来週もめちゃ楽しみです。以上、プニカワのお話でした。